午後一時半過ぎ、札幌市中央区の住宅地のすぐ近くで。付近の住民が自宅から五十メートルほど先にいる、熊と見られる姿を目撃しました。住民によりますと、車で出かけて自宅に戻ってきた際に、熊のような姿が見えたということです。裏山の方で、なんか。人が山の中を歩いての音が聞こえたんですよね。あの辺りだと思うんですけども、なんから黒い塊が、こう下の方に降りててる姿が見えて。 現場では警察と札幌市が当時の状況や周囲にクマの餌となるゴミがないかどうか確認を進めています。